中期の大名、越前国福井藩十二代藩主。下には、正四位下、左小野江県中将。関炎元年十一月六日、徳川宗忠の三男として、江戸一橋家屋敷にて誕生。イボアニル一代藩主、茂政が、法暦八年に死去したため、同年三月二十一日にその養子となって、後を継いだ。法暦十年に元服し、十四以上。 左この絵検証書に助認されるとともに、兄同様、叔父で九大将軍、徳川家重から返旗を受けて重富、また越前守を名乗る。反省においては、藩士の治業削減などを中心とした財政再建を目指したが、連年による大雪、大火、風水害、薬病などによる被害が大きく、逆に財政は悪化する。しかも、重富自身が、 江戸の一橋家の生活に慣れていたために豪華絢爛な日常生活を送り、さらには米商人に対して御用金を課すなどの悪性を行った。ところが、この御用金政策が逆に米価高騰を招き、さらに協作も重なって、福井には貧民が溢れ、明和5年には打ち壊しまで起こった。そして、福井藩ではこの領民の不満が爆発した。 反省史上最大の打ち壊しに対応できず、やむなく一気側の要求を認め、過労会激ら関係する役人や御用商人を処分する。徳川将軍家と縁石だったため、幕府から援助金をもらって、反省の再建を目指すが、天命の大基金をはじめとする災害などもあって、財政はさらに悪化した。完成2年にな種を潜媒制に、完成11年には、 糸会所を設置し、縁を、千倍制にする。同年9月18日、長男、春吉に家督を譲って隠居し、左兵ただを名乗る。さらに、徳川将軍家と、縁石関係にあることを利用し、茂富は、お家蔵度以降に、価格の落ちていた、越前家の簡易復活運動を活発に行った。光通り、以降、福井藩主は創生などもあり、十四にした。 左子の家剣少将までしか到達できていなかったが、弟の春貞や抜角に働きかけ、完成10年には越前家の元の官位である正四義した、左子の家剣中将まで登った。これにはそれまでの藩主と違い、重富の在位が長期にわたったという理由もある。重富の藩主在任は41年に及び、歴代藩主の中で最長だった。 文化6年6月18日に死去、去年62、ありがとうございます。